野球選手に多い肩肘腰の怪我の予防に関しての理解がまず深まりますね。現役の指導者は本当に蓄えておくべき野球の知識がたくさんあります。ストレッチをしていない選手は野球やめろっていうのが、はい、皆さんこんにちは、ケダスチャンネルのみです。今日もですね、投球送球の改善につながる動画を配信していきますので、よろしくお願いします。本日はですね、なんと、野球書籍のレビューということで、その第1弾をお送りさせていただきます。たくさんのね、野球の本読んでないやろお前って思われるタイプなんですけども、実はね、結構野球の本たくさん読んできたんですね。で、今も読んでるんですけども、自分の知識アップだけではなくてね、特に小中高校生、特にですね、野球が上手くなりたいと日頃から思っている選手たちの、ね、レベルアップに少しでも役立ててもらいたいと思う気持ちが強いので、今回の動画こういう風にやっていこうかなと思ってるんですけども、はい、早速なんですけどね、今回紹介するね、野球書籍はこちらになります。ドン、思い切り野球ができる体作り、野球肩、肘、腰の鍛え方、直し方っていうこの本ですね、をご紹介させていただきます。で、この本はですね、医療法人社団スポーツメディカル、八王子スポーツ整形外科編ということで、八王子整形外科の、まぜ安勝委員長監修の本になります。で、この整形外科はですね、プロ野球のチームドクターを担当されている先生も在籍されているね、整形外科になって、多分地元ではかなり有名というか、まあ関東地方の人は結構知ってる人が多いんじゃないかなと思います。で、詳しくはね、概要欄にリンク貼っておきますので、またね、各自ご確認していただければなと思います。で、この本ね、ちょっとまだ見る前、発行されたのが2012年の3月になってて、今年のね、2021年の2月にもね、第11刷りが発行となっているので、結構やっぱり良書かなと伺いますね、これだけでも。で、タイトルからなんですけども、怪我故障にフォーカスされている印象なので、すでに怪我した人が手に取りそうな本ってなってしまいがちなような気がするんですけども、実はですね、僕読んでみたんですけども、投球送球のレベルアップにつながることも普通に書かれているので、怪我した選手はね、リハビリなどを経てですね、怪我しないフォーム作りが必須になってくるから必要なんですけども、怪我しないフォーム、僕はそれイコールいい投球送球フォームと言えると思うので、いいフォームが身につけた人は、もちろんボールの伝達効率が確実に良くなることにもつながってきたりするので、現在怪我していない僕にはですね、この本はですね、投球送球のレベルアップ、スキルアップの本に見えました。で、怪我をしない動作っていうのはイコールなんてかって、やっていけない動作なんですね。その動作が、まあ、まとめられてるとも言えますね。これにはここ1年ぐらいの間ですね、まあ、1年ちょいぐらいの間に、キレアスの体験会でね、都市対抗に出ている社会人野球チームとか、まあ、高校野球では、まあ、大阪桐蔭さんとか、強豪校行ったりだとか、シニアのボーイズリーグのチームとか、少年野球のチームに、キレアスの体験会って結構な方にお世話になったんですけども、やっぱりそこで感じたのは、ざっくり言うとですね、高校大学とかね、レベルが上がっていくと、やっぱり、まあ、指導者の方とか指導ってどういうことをしているかっていう、癖を直すことを、ね、しているのかなって感じています。そこを掘り下げて突き詰めていくと、結局のところ、以外故障しないフォームに変な癖をつけないことになっていくと思うんですね。で、この本はね、そこを理解しやすくなるための入門書のような内容になってるんですね。で、現役の指導者は本当に蓄えておくべき野球の知識がたくさんあります。で、本当に中身も丸覚えしてもいいんかなっていうぐらいの内容ですね。で、お子様が怪我持ちの保護者はもちろんなんですけども、投球、送球フォームのね、改善に取り組んでいる保護者の方にもすごくおすすめの書籍になりますので、そこをね、今回海なりにポイントをまとめてサクッとリレーしさせてもらいますので、ご覧ください。はい、この書籍を読むことですね、ポイントとしては、野球選手に多い肩肘腰の怪我の予防に関しての理解がまず深まりますね。で、悪いフォームの改善策が的確に把握できる、投球送球のレベルアップをするための的確なストレッチとかね、トレーニングの引き出しが増えますので、まあ投球送球フォームの改善力も上がりますし、指導力のアップにも大きくつながりますので、これが一番重要で、これらのポイントをつながりを持って分かりやすく理解することができると思うので、ここがね、見どころです、この本の。では行ってみましょう。で、海のポイント1ですね、野球が起こる怪我、外傷は少なく圧倒的に障害が多くなるっていうのが書かれてるんですけども、まあ読んで僕もね、知ると、あ、そうなんだって改めてね、思わされたんですけども、例えば野球肩、野球肘という名前が付けられるくらい、肩と肘の障害が、まあ他のスポーツよりも圧倒的に多いのが野球というスポーツなんですね。で、このパート1の章で肩肘に関する基本的な障害を詳しく知ることができるんですけども、で、そこにプラスね、記されている通り、基本的な障害の知識を知った上で、そのつながりについて、動作とか、動作の何が悪いとかね、どういうところがこういうので痛めて、こういう名称の怪我につながるっていうのが、分かりやすく俯瞰しやすくなっているって、理解しやすくなっているので、ここは見どころなんですね。例えばですね、肘に関して、内側型野球肘、外側型野球肘、後方型野球肘、尺骨神経麻痺。で、肩に関しては、直下筋腱炎、
インピンジメント症候群、腱板損傷です。上腕二頭筋直頭腱炎とか、腱関節芯損傷、骨端線理解。お伝えした各肩肘の怪我の解説が丁寧にされているんですけども、ここはですね、ポイントです。26ページのこういう肘の自己チェックとかね、P60 ページのこういう肩を自己チェックっていう、こういうチャートがね、肩肘の各パートの最初で確認することができます。これね、全体の一連の流れで、ね、俯瞰できるところってすごくいいですよね。例えば肘ですね、肘の部分は、肘の外側に痛みがある場合は、離脱性骨軟骨炎の可能性が高い。で、このページで症状などを確認したり、そのチェック方法などでもね、すぐそのページに飛びやすいようにね、アナウンスしてくれているところがね、めちゃめちゃ親切なんですよね。で、そのページに飛ぶとですね、症状や要因などもね、詳細にわかりやすくまた記載されている。言ったりします。で、例えば肩ですと、極下筋腱。これはね、多くの選手が本当に痛みとまではいかなくても、投球かなりたくさんしたとか、次の日には極下筋の張りっていうのはね、この部分ですね。感じた経験があるはずなんですね。普通の生活であんまり痛みとか感じないところなんですけども、練習後のケア不足だとか、疲労が蓄積すると、肩の後方にね、こういう痛みやだるさを感じるところなんですけども、これはリリースの時に負担が大きくかかっているっていうところになるんですけども、そういうのもね、チャートからで一目で分かるようになります。まあ、こういうところですね。リリースの時、極下筋腱炎みたいな、トレーニング何をしたらいいかとか、症状の確認とかですね、っていうのが見ることができます。で、ここがね、二つ目のポイントで、ストレッチの方法や痛みの原因となる、フォームの特徴にもアナウンスしてくれています。で、パート1のフォームという項目にですね、フォームの異常チャートっていうのがね、この92ページにあります。で、これもチャートでね、このフォームの特徴、異常のチャートっていうのをね、見せてくれてるんですけども、これはね、異常ポイントをね、5つに絞られて集約化されているんですけども、そのポイントから改善しなくてはいけない動作をな、俯瞰できるようなチャートになってます。で、これがつながりですね。この何が悪い、どこを直したらいい、どういうトレーニングをしたらいい、どういうストレッチをしたらいいとかっていうね。こういうのがね、スムーズに、ね、読めるようになっているので、すごくありがたいですし、やっぱりこの肩肘だけじゃなくてね、その一連の流れを把握しておくことってやっぱり大事になってくるので、まあそういうところが分かりやすくなっているのはすごくいいところだと思います。で、またね、投手、まあ投げるって言ったら投手以外がメインに なりがちなんですけども、まあフェーズやね、言うても少ないんですけども、捕手、内野手、外野手別にですね、起こるフォームの問題を、イチロー選手などね、プロ野球選手の連続写真を使いながらね、これも詳しく記されているので、必見です。はい、こう次ですね、ストレッチをしてない選手は野球やめろっていうのが、168ページにあるんですけども、ここがね、本当に伝えたかったページというか、かなりなんか力が入ってるなっていうページで、内容は耳たこのストレッチの重要性を知ろうっていうところから始まってるんですけども、これ知ってるわーってなるような内容なんですね。ただ、この章だけ、語尾のトーンがすごく厳しいんですよね。はい。これはね、私も声を大にしていたいところですごく共感できたところなんですけども、準備運動はするけど、練習や自主練のアフターケアをしない選手が多いと感じているところだったので、本当にね、ここを大事にしてくださいよっていうところを書いてるんですけども、小中学生のね、子供たちからしたら、細かいことを分からなくてもいいんですかね。やっぱり伝える指導者、保護者は、もっとね、ストレッチの重要性を知るべきで、まあ、しっかり理解しておくことで、必ずね、子供にでもね、伝わり方、の重みとか伝わる度合いっていうのは必ず増すはずなので、まあ、しっかり理解してほしいなっていうところです。当たり前のことと書いてるんですけどもね。結局この本の冒頭でも記載があるんですけども、肘とか肩の痛いところや動作に問題があると思っても、そこの箇所だけの修正ではね、解決しないことが多い。基本ね、体重移動や、体幹が使えていなかったりですね、するからなんですけど、問題のある箇所のね、機能が低下していても、まあ大体そこに痛みがなければ、まだやっぱり特に小学生とか中学生は気づきにくいんですね。で、まあ頑張ってしまうと。で、その機能を低下した動きをね、他の部位でカバーしていて、まだそこもおかしくなっちゃうというケースが結構あるので、まあそれがね、積み重なるとね、過度に負担がかかっていた場所にね、負担がいって故障してしまうってなるんですけども、まあここに紹介されているジャックナイフストレッチっていうのがあるんですけども、これもね、ストレッチの方法で紹介されて効果のあるものだと僕もやってみて思ったのでおすすめです。で、ここに付随してやっぱりストレッチしない選手は諦めるから、やっぱりこの投げる打つは体幹支撲の働きが大切っていうこのページに移っていくんですけども、やっぱりね、肩肘だけじゃなくて全体の改善で、こういう体幹部の動きを活発にするドローイントレーニングとかもね、おすすめですと紹介されているので、こういうところがね、この本のかなり優れたところというか、怪我、故障からつながりを持ってね、こういうところまで解説してくれてるっていうのは、この本のすごくいい
ところだと思ってます。で、ついでにちょっとお伝えすると、野球選手にね、腰痛がすごく多いというパートを僕も読んでですね、普通に、小中学生にもね、これいてるようでですね、ほぼこれは僕知識なかったところというか知らなかったので驚いたところなんですけども、成長期の時期にはですね、まあ分離症を起こすようなこともあるようなので、まあ原因はね、進展運動と回転運動の繰り返しになるとのことで、まあやっぱりバット振るとかそういうところですね。知らなかったところなんですけども、腰をね、後ろに反らすと痛みが出て、体を斜めに反らすと疲労骨折を起こしてる側がね、痛むようで、ステージが4つに分かれていて、前期、初期、進行期、末期と第1、第2、第3、第4ステージって4つのステージがあってですね、詳細をね、これも画像などつけて詳しく説明してくれているので、これもね、分離症してる部分、痛めてる部分に負担がかからないストレッチやトレーニングもスムーズにこれアナウンスしてくれてるんですね。で、肩肘のね、被災がこうやってメインになってるんですけども、これ、それだけに終わらず、紹介させてもらったね、このパート2の内容とね、ところっていうのは、重要な選手はね、怪我してない選手で多いと感じたので、紹介させてもらいました。はい、いかがだったでしょうか。はい。はい、動作指導をね、する上でですね、やっぱり最低限ね、こういった知識、怪我の知識とかから始まって、全体のつながりっていうことを、最低限知識持っておくことは、やっぱ指導する上で大事で、まあ、特に野球はね、まだそういう資格とか、しっかりしないところあるので、まあ、この本読んでかなり、知識をつけておくことは大事かなと思います。っていうかおすすめします。で、最低限ね、指導してもらう側も最低限の体の柔軟性って持っておくこと、小中学生がキープすることっていうのは、選手として礼儀なのかなと思っています。努力しないでね、体が硬くなって、動かない体になってしまって、その上で動作指導してもらってもですね、せっかく伝えてもらっても、再現できるパーセンテージってかなり低いと思うんですね。で、ましてそういう選手結構いてるんです。で、野球の投球や送球って一瞬でね、複雑な動きをしないといけないので、結構やってることは高度なことになるんですね。で、今いろんなトレーニングとかね、あるんですけども、特別なトレーニングってね、特に小中学生は僕必要ないかなと感じているところが多いです。基本がやっぱり大事ですね。で、やっぱ基本でもね、できたら面白いんですね。で、できるにはこういう知識とかも大事ですし、こう動く体っていうのをキープしておくと、やっぱり言われたことができやすくなるっていうのがなるんで、まあ、この本ね、ぜひ一度手に取って読んでみてほしいと思います。はい、ちょっと長くなりましたので、ありがとうございました。ちょっと第2弾は工夫してもっといいものを出してみたいなと思います。はい、まあ、ここに関連してるリンクとか、紹介してもらった本のリンクとかは概要欄に貼っておきますので、また後でご確認ください。はい、ありがとうございました。さよなら。